生クリームプレイか。もう感想をみんなに聞いていこうかなと思います。生クリームプレイ。なるほど。僕がこの生クリームプレイ会を見た感想はちゃんと略さず言うんだ。名前のインパクトが。歩夢って休止前にレオとね付き合ったじゃないですか。でもなんか、はいはい、この生クリームプレイ会ではなんだろう、昔と全く何も変わらないチーム21歳のやり取りがあったっていうことが、うん、なんかそのままわちゃわちゃしているのがすごくいいなって思ったのと、うん、前よりすごくレオくんがノリノリだった。そうだね。すごいなんか嬉しかったなって思って、そうそうそう。あとなんか途中一瞬あったレオソラもちょっと美味しかったなって思いました。僕はそうですね、なんか久々の多分山春だったから。ちゃんと山春からの久しぶりって感じ。山春はもともとね、なんかちゃんと消し前から出来上がってはいるような感じだったけど、ね、山田さんもなんかいい感じに抜けてて、なんかキュンし、うん、いい感じに抜けてて、いい感じに抜けててね、抜け感があってきてみたいなね、うん、僕はそうですね、やっぱその21歳組のあのわちゃわちゃ感を見て、うんうんうん、久しぶりにヤマトのこうやれやれみたいな、何やってるんだみたいな、そういうのがこうセリフとして出てくると、あ、ブルマジ戻ってきたなみたいな。僕はかんどれくらいつぼみの皆さんがお気づきになられてるのかわからないんですけど、少しだけ出てまして、マー君は出てなかったんですけど、ちょっと別の形で出させてもらってまして、今までもレオパパとかその本編じゃない人物を他のキャストさんがやったりとかってあったと思うんですけど、僕実は真央くん以外で何気に初めてやったんですよ。ああ、そっかそっか。そうだからなんか新鮮だな、あ、ブルマジでこれできるんだみたいな、すごい楽しかった。あ、いいねそれみたいな。絶対真央くん言わないから。チャラかったカメラマン。そうそうそう、チャラカメラ。ブーケいただきました、ありがとうございます。ヤマハルイチャラブ生クリームプレイみたいです。カメラマンさんもお願いします。カメラマンさん、カメラマンもお願いします。カメラマンさん。はい、じゃあヤマトさん、ハルさん、準備いいですか。あ、はい、お願いします。あ、硬いな、もうちょっと寄って寄って。あ、はい。あ、いいねいいねいいね。ほっぺくっつけてもいいかな。ああ、いいね。あ、ヤマトさんにクリームがついちゃいました。ああ、ごめんなさい。気にしなくていい。いいね。ああ、ハル、すまん。指にクリームが。くし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 。はい、オッケーです。ありがとうございます。いいのいただきました。